続けて今度は関東との統一問題に対する新しい動き、韓国内のそういうことに対して皆さんにちょっと紹介 したいと思います。つまり今の金正恩体制がどのように終わるのかということですね。私は今までもう数年前もう5年以上の前から結局北の非核化に我らが失敗すれば韓国も核武装すべきだと、そうしない限り中国が本気になって北の非核化に協力するはずがないと、まあ、そういうことを言ってきたんですが、最近韓半島の未来のことを考える場合は、私何回もすでに申し上げてるんですが、我らが前は想定しなかった、全く想定しなかった基本的な環境条件が変わったということを、今までの長い韓半島の統一の議論に対してその土台にすべきのことが起きたということをまず申し上げればならないと思います。というのは米中戦争が始まったということです。何回も私申し上げたんですが、米中戦争がすでに始まって、それで北の非核化の問題は米中戦争の一部分になったと、それを超えて韓半島そのものが米中戦争の一部分になったと、つまり米中戦争は米中の間で両方とも情報できない戦略的な要所の韓半島のことをどうするのかというのが一番大事なことだと今まで何回も申し上げたんですが、そういうことでじゃあ当事者の韓半島の人々はこの新しい条件、米中戦争が始まったというこの環境の中で、取れる模索できる道が何があるのかということだと思います。私が何回も今韓半島のことは日韓問題の日韓関係は分娩死の観点で捉えるべきだと申し上げてきたんですが、よくここで確認したいのが、韓国の右派、保守右派、知識の中では統一は何が統一なのか、国土を一つにするのが統一なのか、それとも左翼らが言っている、また日本国内でもいろいろ言っているような民族の統一が統一なのか。じゃあ今韓国で新しい米中戦争のという条件の中で今言っているのは、統一というのは民族統一じゃなくて国土の統一じゃなくて政治体制の統一、政治体制、政治的なシステム、価値観を統一することでなければならないということですね。米中戦争そのものが人間の生き方の根本的なそれに対する姿勢の差から始まっているわけですから、全体主義と戦うのが今米中戦争の本質だとすれば、やっぱりこれは全体独裁体制と何とか連邦制などはできないわけですから、それからそういう現実の上に民族が、そういう価値観の上に民族があるという、こういうとんでもない野蛮な話じゃなくて、やっぱり全体主義を反対する自由民主主義の政治体制への統一が統一だという認識が韓国で急に今強く台頭し続けているんです。というのは先ほど何回も言ったように米中戦争の結果が韓半島の未来を決めるわけですから、つまり未来が決められる前の今の段階は決定的な岐路に立っているということです。韓国は今ムンジェイン
つまり金正恩、習近平と手を握っているムン・ジェインのその主サパグループは、いわゆる新しい韓半島を目指す、あの、南北の経済共同体などという、そういう妄想と、それと戦う、まあ、韓国の、それから韓国だけじゃなくて、すでに明らかになった、北を、北韓を代表するという臨時政府、つまり、自由朝鮮の場合は、そうじゃない。あの、我が民族同士のそういう、民族統一じゃなくて、新しい自由民主の韓半島ということが今はっきりぶつかっているわけです。だから今こういう側面を見ないで、韓国はもともと一つだったのが分断されたから、まあどういう形であら一つになるのが統一だと思う、そういう考え方はもはや間違ったと。それは現実に合わないと。特に韓国、韓半島の未来が米中戦争の一番重要な戦略の要衝にある韓半島の未来を韓国の人々が、南北の人々が決めるんだったら、じゃあこの方向性で政治体制の統一を図る場合、全体主義って妥協するものじゃなくて自由民主主義ということを、こういう形で金正恩の運命を決めてもらう、最終的にそちらの方向に持っていくためにはどうすべきなのかということが具体的に言われ始めているということですね。これもある意味であまりも当然な話ですから、これ常識ですね。常識で当然な話なのに、こういう当然な話を韓国のメディアも、特に日本のメディアは一切報道しない。日本のメディアはもっぱら、あの、何ですか、慰安婦と徴用工の話ばっかりで、それで韓国に対して報復措置を取るんだとか、国交を断絶をするとか、そういうレベルの話を、安倍総理も、6月の大阪での先進、なんていうか、G20 の会議で、文件に合わないとかという、だから本質とかけ離れた問題で、メディアに英語して国民を間違った方向に持っていくということが、これをこのまま放置したら、これ両国にとって決してどじましいことじゃないので、今韓国では新しい統一問題の議論として、古い主査派の民族至上主義のそれじゃなくて、統一は政治体制の統一でなければならない、それは全体主義との戦いだと、それを米朝戦争の中で韓国の、まあ、志のある新しい主役たちがそちらの方に引っ張っていこうという運動が今そういう盛り上がっているということを皆さんに報告します。以上です。